三枚おろし全三枚おろし後三枚おろしは、魚のさばき方の一種で、右身、左身、中骨の三つの部分に切り分けることを言う。最も基本的な魚のおろし方であるとされる。頭を切り落とし内臓を取り除いた魚に、背骨に沿って包丁を入れ、左身と右身に分ける。この時、左身に背骨がついたままになっているが、この状態を二枚おろしという。 二枚おろしの状態のまま、料理に用いることもあるが、さらに、左耳から骨を取り除くと三枚おろしになり、あらゆる料理に用いることができるようになる。なお、三枚におろす際に、頭から尾までを一度に切り離さず、まず、腹側の頭から尾、次に、背側の頭から尾という手順で切り離す方法を、両面おろしという、骨の部分は中落ちと呼ばれ、 料理に用いられることがある。マグロの場合、ここに残る赤身が微味であるとされ、スプーンなどでかき取り、鉄火巻きなどに用いられる。小型の魚や、細長い魚あるいは、身が柔らかい魚に対しては、包丁を一気に入れて切り離す大名おろしという、さばき方が用いられ、三枚おろしをするときよりも、中落ちの部分に身が多くつくこととなる。大名おろしの大名とは、 中落ちに身がたくさん残っていて贅沢であるという意味が込められたものである。ありがとうございます。